こんにちは、小掛教正館高校です。本校は令和3年度に創立60周年を迎えました。それでは今から本校の紹介をさせていただきます。本校は全校生徒約600名、普通科は特進コース、進学コース、ベーシックデザインコース、総合ビジネス科は2年生から分かれる会計コース、マーケティングコースがあり、地域の人材育成を目的として古河市、福津市、新宮町が設立した組合立の学校です。校名の由来は有志共生です。志を持った人は多くの困難があっても最後には目的を達成するという意味が込められています。本校の制服がこちらです。全体的にすっきりとしたデザインとなっております。オプションでスラックス、ネクタイ、白のベストも購入可能で、一部を除き自由な組み合わせでの着用が可能です。オプションでポロシャツもあります。こちらが本校の食堂です。冷暖房完備となっております。メニューも豊富でテイクアウトも可能です。本校生徒に大人気の食堂です。昼休みには多くの生徒でにぎわいます。売店もあり、お弁当やパン、お菓子なども販売しています。休み時間には教室近くでの移動販売があります。続いて本校の特色ある取り組みを紹介します。はじめは朝読書です。毎朝10分間クラス全員が同じ本を読みます。本は1月ごとに入れ替わり、継続することで感性が豊かになります。続いて JR 古河駅の清掃ボランティアです。部活動ごとに順番で駅とその周辺の清掃活動を行っています。新聞にも紹介されました。次に献血会です。校内に献血バスを入れ、献血可能な条件を満たしている多くの人が協力しています。福岡県からも感謝状をいただきました。地域に根ざした学校づくりとして古河の町づくりに取り組んでいます。有志で集まった本校生徒が町の応援団となり、JR 古河駅西口エリアの活性化を目指しています。また古河にある飲食店に足を運んで取材をし、古河市のグルメ情報をまとめたグルメ豆本を作成しました。地域ボランティアにも積極的に参加しています。町にアートをという社会貢献として、古河市駅東の峰製作所のブロック塀に近隣の方々に楽しんでいただけるような壁画制作を行いました。古河市と連携して多文化共生社会を目指すため、優しい日本語バッジのデザインを行い、制作に携わりました。本校の特色ある取り組みを紹介します。まずは複数担任制です。複数の目で生徒を見守り、生徒が安心安全な学校生活を送るための学校づくりを行っています。本校のキャリア教育です。社会人としての資質、人間力を高めることを目的に、霊法、マナー教育の授業を行っています。コミュニケーション能力の向上や礼儀についての学習を行っています。また校内連携授業では、大学の先生を講師として迎え、模擬授業や大学で学ぶ内容について学びます。また大学を訪問して施設の見学なども行います。進路について考える良いきっかけにもなっています。次に本校のクラス編成です。普通科3クラス、総合ビジネス科2クラス、各学年5クラスで編成されています。
令和5年度からは普通科4クラス、総合ビジネス科1クラス、各学年5クラスで編成される予定となっております。そして学科とコースについて説明します。普通科は特進コース、進学コース、ベーシックデザインコースがあります。総合ビジネス科は2年生になるときに会計コースとマーケティングコースの選択を行います。全学科コース共通しての魅力は、主要科目を少人数クラスに分割して授業が行われているところです。それでは早速各コースを紹介します。はじめは普通科特進コースです。1クラス40名の定員で難関大学進学を目指します。特進コースは1年生の時から国語、数学、英語の主要科目についてクラスを分割して少人数で授業を行っています。また特進コースだけの課外授業も実施していますが、部活動や生徒会への加入に制限はありません。次に進学コースです。国公立地元私立大学を目指します。部活動や生徒会活動と勉強の両立を基本として充実した高校生活を送っています。また国語、数学、英語の授業は習熟度別となっており、そのメリットを生かした授業が行われています。2年生では理系・文系の選択を行います。ベーシックデザインコースは定員15名の完全少人数制です。美術の専門科目を多く行い、専門性を高めていきます。大学や短大、専門学校への進学を前提とし、国語、数学、英語などの一般教科とのバランスを考えたカリキュラムにしています。放課後は全員デザイン部として授業の補習を行ったり、コンクールへの出品作品の制作を行ったりしています。また課外活動も盛んで、中でも九州歴史博物館のシンボルマークや北部九州インターハイのマスコットキャラクターは本校生徒のデザインが採用されました。他にも九州大会や全国大会へ作品が推薦されています。続いて総合ビジネス科です。総合ビジネス科では簿記や情報処理などを勉強し、これらの科目の1級の検定資格の取得を目指します。そのため約50台のパソコンが入った教室が2つあり、施設がとても充実しています。また専門科目のほとんどが2名の先生での授業、もしくは習熟度別分割授業を行っており、検定資格を取得するための手厚い指導が行われています。令和3年度の卒業生が全国商業高等学校協会が実施する検定全9種で1級を取得し、新聞にも取り上げられました。マーケティングコースではチャレンジショップを実施して店舗経営を学び、即戦力となる実践力を身につけられるのも総合ビジネス科の特徴です。次に進学実績です。国公立大学の合格者数の推移です。福岡大学の合格者数です。私立大学の合格者数です。次に資格検定の取得状況の推移です。まずは全商簿記検定総合1級です。全商ビジネス文書検定総合1級です。全検定の合格者の総数の推移です。これまでの主な進路実績です。近年では地元の大学のみならず、他県の有名大学へ進む人も多くいます。またこの中にはベーシックデザインコースや総合ビジネス科から進学している人も含まれています。
これまでの主な就職先はご覧の通りです。公務員をはじめ大手企業や専門職に従事している卒業生が多くいます。景気の良くない年も希望者は全員就職できました。続いて本校の主な学校行事を見ていきましょう。5月下旬に行われる文化祭は本校では学賞祭といいます。展示や販売、合唱コンクールなど盛りだくさんで、毎年多くの皆様にご来場いただいてます。体育祭は9月に行われます。競技やダンス、応援合戦などブロックで競い合います。そして最後はみんなで輪になって健闘を称え合うことで団結力が高まります。1月には2年生が修学旅行に行きます。長野県志賀高原でのスキー研修と東京ディズニーリゾートを満喫します。最終日はグループに分かれ、東京で自主研修も行います。学校生活での思い出ベスト3に入ります。それでは本校で活動している部活動の紹介を行います。まず強化指定部を紹介します。はじめは硬式野球部です。県のベスト8や16まで進んだ実績を持っています。夏の大会では全校応援を行っています。選手のプレーに一喜一憂しながら声援を送り、勝利の後はみんなで大きな声で校歌を歌います。公立高校では珍しいチアリーディング部です。最近では全国大会出場の常連となりつつあります。5年連続6回の日本選手権への出場があり、全国ベスト24の実績を誇ります。陸上競技部は投擲、跳躍の強豪です。やり投げでは全国大会へ出場し、棒高跳びでも九州大会入賞の実績があります。バスケットボール部も県大会出場や上位進出の実績があります。男子は令和4年度に2部へ昇格し、県大会ベスト24の実績があります。簿記部は全国大会の常連で3位入賞の実績もあります。福岡県最多の県大会優勝を誇る名門で、個人戦の出場も含めると2桁の出場回数を誇ります。弓道部は令和4年度に県大会で入賞し、九州大会へも出場しました。運動部は他に卓球部、テニス部、女子バレーボール部、バドミントン部、フットサル部、ダンス同好会があります。それぞれ県大会出場や上位進出などの実績を持っています。文化部はデザイン部のほか、吹奏楽部、軽音楽部、酒道部、美術部、園芸ボランティア部、ワープロ部、ESS 愛好会があり、ボランティアやコンクール、発表会などそれぞれで活躍しています。続いて入試日程はご覧の通りとなっております。募集定員はご覧の通りで、定員は200名となっております。
10月15日には第2回体験入学も予定されており、内容は授業体験や施設見学や部活動見学などですので、ぜひお越しください。またベーシックデザインコース実技講習会も第2回体験入学と同じ日に実施予定です。ベーシックデザインコースの受験では素描といって鉛筆で絵を描く実技試験があります。素描の初心者の方でも受験できるように講習会を行いますので、興味のある方はぜひご参加ください。10月下旬から11月にかけて学校説明会も実施いたします。本校生徒との交流の機会を作る予定ですので、ぜひご参加ください。最後に学校公式ホームページや公式インスタグラム、公式 YouTube チャンネルも更新しておりますので、ぜひご覧ください。学校の様子を知ることができます。以上で福岡県公立古賀共生館高校の説明を終わります。どうもありがとうございました。